吉宗評判記暴れん坊将軍。構わぬ、続けてくれ。じゃあ、続け。はじい。はい。これは何だ。春の野に霞たなびき咲く花のかくなる、これは確か先々先君の綱吉様が去るお方から贈られた歌のように聞き及びおりまするが。綱吉様が。春雨小僧一味は当時御府内を騒がせていた大盗賊で、その長領ぶりは江戸の闇を我がものとし、南北両町奉行所の必死の探索にもかかわらず、まるでお上を嘲笑するかのごとく悪行に悪行を重ねていた。南町奉行所の者だ。ここ開け。誰か逃げ込んでは来なかったか。いいえ。怪しい足音は。さあ、ずっと仕事に夢中だったもんですから。邪魔をした。戸締まりを怠るでないぞ。ご苦労様で。
出ておいでよ。何をしたんだよお前、ちっとも身持ちは改まってないんだね。正三郎、お前どこに住んでんだい今。どうせろくな暮らしはしてないんだろう。千金の薬だ。よく広しで一流の名医のところが買ってきたんだ。ずっと持ち歩いててよ、もっと早く渡したかったんだ。いらないよそんなもの。どうせ人様を泣かせたおわしで買ったんだろ。ほら違うと言えないじゃないか。母さん、お前のようなせがれなんかいないと思ってるんだ。正三郎はとっくの昔に死んじまったのさ。じゃあ俺は行くぜ。正三郎、まだお役人が外にうろついてるはずで。しょうがない、止まっておいき。お前もう忘れちまったんだろうね、団子の作り方なんか。無理もないやね、喧嘩や博打に明け暮れてたんじゃ。何してるんだい、さっさと布団敷いてお休みよ。正三郎、おはようございます。ゆうべのお取り物大変でしたね。またあの春雨が悪事を働いたようで。春雨、ゆうべの詮議はあの春雨一味の。へえ、何ですか。御用聞きの親分が命を落としなしたそうですよ。早く捕まえてもらわないと困りますよね、春雨小僧なんで。いくらなんでもそんな、あの子が。大岡殿、どうなさるご所存じゃ。はあ、葬儀は今しばらく。今しばらくと申して、昨夜は商家が襲われ、お上の手の者が応死を遂げたと申すではないか。春雨一味の調領、これ以上放っておいてはお上のご意向にも関わる。今月はそこもと南町の月番であることをお忘れではあるまいな。それは重々。どうした一同、しかつめらしく。は、実は例の盗賊春雨のご詮議を。まだ捕まらんのか春雨は。南町挙げての探索にもかかわらず、いまだ何の手がかりもつかめず、面目次第もございません。このままでは忠相の首にも関わってこよう。嫁とも盗賊春雨の探索に当たってくれ、心得ました。はい。ほらほら早くおうちよ。工業は一日二回しか打たないって言うんだからね。ボタボタしてたら終わっちまうよ。
ねえ待って、そんな急がさないでよ。やだな、なんだかこの帯似合わないみたいで。あらやだ、誰かのぞいてる。これ鉄。いや、その別にのぞいたわけじゃないですよ。どうせよ鉄、今さらお抹茶の着替えのぞいたってしょうがねえだろ。そうだよ、趣味悪いんだよ。ちょっとそれどういう意味よ、また来ちゃう。いや、なんだろうな。新さん、いらっしゃい。あら、新さん。新さん。頭どうした？うちの人はね、頭連中と寄り合ってミノンボーデに行ってるんだよ。そうか。うちの人に何か？いや、頭にちょっと聞きたいことがあったんだが。どっかへ出かけるのか、みんな。あたご下のね、娘手踊りが今大評判でさ、みんなで羽の細ってこれから出かけるところなんだよ。ねえねえ、新さんも一緒に行きましょうよ。いや、俺はいいじゃないですか、一緒に行きましょうよ。さあさあ、早く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 野田、一休みしないか。新さんも俺ですか。あ、もちろんだ。ごめんよ。いらっしゃいまし、娘手踊りのお帰りでございます。そうだよ。あの、皆さんお団子で。私は2皿。俺は1皿は食えるな。さすがに取るな、おい。俺酒だな。俺も酒、俺も酒。酒もいいな、おい。おかみさん、すまんが、手を洗わせてもらえないか。はい、どうぞこちら。どうぞお使いください。すまん。古いのか、この店は。はい、二親は亡くなってしまいましたが、元禄の頃から。ほう、元禄といえば綱吉将軍がよくここへらへ馬を買って参られたという話を聞いたことがあるが。はい、馬術の鍛錬のために愛宕山の八十六段の男坂の上り下りによく参られました。ご尊顔を拝したことはあるのか。お言葉を賜ったこともございます。どんなお方であった綱吉様は。それはお優しい、まるで少年のような無垢なお心の持ち主でございました。都本はその時何歳であった。まあ、年がバレてしまいますよ、それでは。いや、そういうわけではないが。早くしてよ。はい、失礼します。おかみさん。馴染みの芸者を探してるんで。いるか。どう。おお、ここにはいないようで。あ、皆さんどうも、お邪魔様で。おです。何でもねえ、続けてくれ。おい、おお、派手にやるね、派手に。今の誰だ。知らねえ。金は渡したかい、この金に。ええ、ゆんべ喜んでおらしたぜ。そうかい。ぼちぼちお開きにしようぜ。ええ。どうもありがとうございました。
とは。勘の鋭い男です。深追いはやめました。アキンドなどでないことは確かです。そうか。もう一人あの席にいた奴は突き止めてある。俺は明日からそいつを張ってみる。どうしたの、さっきから。何考えてんのさ。裏切るなよ、俺を。あんた、てめえみてえなな、チャラチャラと派手な女が一番危ねえんだ。あんた、一体何血迷ってるのさ。悪く思わねえでくれよ。お前さん、少しおかしいんじゃないのかい。こんな良すぎにな、つくづく愛想がつきちまったんだよ。よく覚えておいておくれ。金の切れ目が縁の切れ目だからね。冷てえ女だな、おめえってやつは。ごめん。ごめん。誰もおらんのか。霞たなびき咲く花のかくなるまでに会わぬ君かも。これは聞きたいことがあるんだ。この店のおかみさんはどういう素性の人だ。私ら三年前に越してきたもんで、なんせね、もみじ屋さんはここらじゃ一番古いんでね。織屋さんのことを知ってる人はちょっとの。織屋さんというのか、ここのおかみさんは。あんまり自分のことは語らねえ人でしてね。そうか、そいつはすまなかった。春の野に霞たなびき咲く花のかくなるまでに会わぬ君かも。これは悲しい恋の歌でござりまする。いや、いつの間にか辺りは春の気配になっていて、野原には霞がたなびき花が咲いておる。ああ、お目にかかってからどれほどの月日が経ったことであろう。時はいたずらに過ぎて花も咲いたというのに、あなたには会うことができぬと。まあ、このような意味でござりまするな。じい、この歌は綱吉様が誰かから送られたものだと言っておったが、その由来を知っておるか。いや、司祭は知りませぬ。確か綱吉公が若き日に何やらこのような歌を歌って胸を痛めておられたということを、いや、側近のご老女から聞いただけでして。その老女はいかがいたした。はい、松風殿はすでにお亡くなりに。そうか。料亭へ行ってその頭らしい男の素性を聞いてまいりました。何でも以前男が漏らしたところによりますと、男が生まれたのは芝の愛宕下だそうです。
今でも母親がそこに住んでるらしいということで。あたごした、母親がおるというのか、そこに。はい、その男が春雨かどうか間もなく分かりましょう。これはお武家様。すまん、実は底本が留守の時に立ち寄ってな、あの文箱を見てしまったのだ。私は徳田新之助という一介の者だが、以前殿中に上がっておりに諸国蔵にてこの歌を目にしたことがあってな、その時何でも綱吉公にゆかりのある歌だと聞いていたのだ。それがなぜ底本のところにあるのか。それは言われを聞かせてもらえないか。それは申し上げるわけにはまいりません。どうかお引き取りを。底本には一人息子がいるそうだな。その者は今どうしておる。無頼の戸に身を落とし、まさか世間を騒がせているのではあるまいな。いいえ、そのようなことは断じて。そんなことがあろうはずが。いいえ、あの子は決して。綱吉様と初めてお会いしたのは元禄二年の春でございました。綱吉様が愛宕山へ野掛けに参られ、ご休息に我が家にお立ち寄りになったのでございます。その折に綱吉様はこの私にお目を留められ、お優しいお言葉をかけてくださったのでございます。綱吉様は正々とした青年武将のように私にはまぶしく、思わず胸がときめいたものでございました。そして翌年の春、また綱吉様はお見えになられ、この私をお召しになったのでございます。その時私は15になっておりました。ご側室には召されなかったのですか。綱吉様のご配慮で大奥へ上がるより野にいた方がふさわしい、幸せだと。やがて私は身ごもりました。ではそのお子が。人知れずこっそりと産みました。お上には名乗り出ませんでした。なんと。御殿に上がるよりやはり野にいた方が。綱吉様もきっとそう申されると思い、やがて春になりましたが、その年綱吉様はお見えになりませんでした。その次の年、さらにその翌年も、私は待ちました。ただひたすらそうしてるうちに時は流れ、時勢は変わり、宝永六年には綱吉様はとうとうお隠れになってしまいました。いつしか私も女の盛りを過ぎておりました。吉宗は胸が痛んだ。野掛けに行った将軍綱吉のそれはほんの気まぐれであったかもしれないのだが、その気まぐれから一人の女が一生を棒に振り、すでに初老の域に達して人生のほとんどの幕を閉じようとしている。それが吉宗と同じ将軍職の綱吉がしたことだけに、若い吉宗の胸は痛んだのである。これでみんなお話ししました。あの万葉家は綱吉様がお見えにならなくなってから三年目の年に、しかるべき人を通して綱吉様にお送りしたものです。あの歌に私の思いを託しましたが、
とうとうお会いすることはありませんでした。お武家様、せがれの正三郎が気がかりでなりません。なんぞせがれのことをご存知でしたら教えてはくれませんか。お武家様。これいただきます。はい、ありがとうございます。これもいい柄ね、はい、これもお願いいたします、はい、ありがとうございます。どうもその女、臭いと思うんです。一流の呉服店に来ては派手な買い物をしているというのだ。はお店の者がいくら尋ねても身分や所を言わぬそうです。それでいて月に二十両や三十両の金を惜しげもなく使っていくそうなのです。その女を探ってみろ。万が一にかけてみるんだ。ちょっと奉行所まで来てくれんか。さあ、行こうぜ。この方のことは何もかも分かっているのだぞ。何か貸してくれ。どうしたんだお前。この人が春雨小僧です。私と一緒にお奉行所に行くんだよ。名乗り出ればお上になっておじしってものがあるんだから。おか、世間様を騒がせて人様を泣かせて償いをするんだよ。正三郎、よせ、冗談じゃねえよ。正三郎、お武家様。おか、誰だよこちら。私は徳田新之助と申す者。お前が春雨小僧か。もう逃れられん。見苦しい真似はやめておとなしくいたせ。分かったよ、年貢を納めよう。けどこのおっかには何の罪とかもねえんだ。構わねえでくれねえか。安心いたせ。お前の父様に申し訳が立たない。あのお方に。あのお方。何のことか。俺の親父はどうしたんだ。おか、おりゃさん、どうしてこんなことに。どうして。おかけなさい。これ召し上がってください。あの侍の差し入れが。そうです。何者なんだあいつは。無用の詮索です。そうかい、遠慮なくいただくぜ。俺だけどうしてこんな特別扱いされるんだ。俺は世間様を探した盗っ人だ。それがどうして。
おい、何か知ってるんだろう。頼むから教えてくれ。私は何も知りません。さあ、せっかくのご馳走が冷めますよ。どこへなと参るがよい。殿様、ちょいと少なすぎやしませんか。これじゃあ足たちにお縄をかけねえ代わりに、盗んだ金の半分は殿様に上納してたんですぜ。そうか、わかった。愚か者めが。まことの愚か者はその方ではないのか。その方何者じゃ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。何、徳田。北町奉行朝倉佐渡、その方盗賊の上前を跳ね栄華を極めていたとは何たる芸道。吉宗、成敗いたしてくれ。上様の名を語る不届きやつ。敵に江戸愛宕無宿、通称春雨小僧こと
正三郎であるな。へい。その方、たびたび商家に押し入り、多額の金品を奪ったばかりか、あまたの人を手にかけたる所業、天人ともに許しがたい。よって、市中引き回しの上、獄門といたす。依存はないな。待て待て、待たるか。お願いでございます。待て、待たるか。待たるか。何者じゃ、その方。ご無礼は、お許しください。私はこの子の母親でございます。ご情報では、その親も共に罪に連なると聞き及びます。この子がこうなりましたのにも、私に咎がございます。もはや、この命、息子と共に全うしとうございます。お奉行様、どうか、この私も共にお裁きを。何を言うんだ。俺と一緒になんか死ぬことはねえ。お奉行様。はて、これは面妖な。調べ書きによれば、正三郎は親も経理もない全くの無宿者となっとう。その方、母親などと偽りを申すな。いいえ、正真正銘の母親でございます。この通り、この子は私の子でございます。えい、黙れ。この上、お上をたぶらかすとそのままにはいたさるぞ。早々に引っ立て。立て。おかん、一人だけ聞かせてくれ。俺の親父は誰だ。とてつもねえ身分の人なんじゃねえのか。聞かせてくれ、おかん。おかん、正三郎、教えてくれ。おかん、俺の親父は。おかん、許しておくれ、正三郎。これにて盗賊春雨小僧の裁きを終わりとする。上様。忠介、何も申すな。これが春雨小僧かよ。なんだ、若造じゃねえか。あたらわけ命よ。バカなことしやがって。なんだかかわいそう。なんていうの、おまっちゃん。あれはお前、天下の大罪人だぜよ。そうだよ。でも、お前さん、今度生まれてくるときには、真人間になっといてよ。お役人殿にお頼み申す。これなるはそこの男の知り合いのものでござる。今生の別れに笹など一本差し上げたいと思うが、お許しいただけまいか。ゆかりのものではないのだな。赤の他人でござる。ならばよかろう。おい、さあ。
言じゃ。さあ参ろうぞ。へい。ご親切に。ありがとうございました。サメ小僧の一件は無事落着いたしましたが、もしこの一件が表沙汰になっていれば、天下をひっくり返す大騒動になっていたことでしょうが、何せ盗賊春雨が将軍家の、定めとは申せ哀れじゃの。母子の方はいかがしたのじゃ。それは上様がおそらく相応の計らいをなさるご所存ではないかと。カラス恋持ちやろうぞ、十二の餅とザクロ三つと帰りしょ、十で取ったらみなやろうぞ、足で取ったらみな帰れ。春の野に霞たなびき咲く花も、かくなるまでに会わぬ君かも。それは遠い元禄の昔に端を発した切なくも悲しい一人の女の物語であった。行方知れない織葉を思って、若い吉宗の心はいかばかりであったろう。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。これだけよ。弱い者いじめはいかんな。やれ。おのれ。新さん巷の裾洗いか。よせよ頭。大場、自分が師範代を務めている道場にそのような札付きどもを送り込んでどうしようというの。まずは仕上げをご覧のほど。あ、か、かろうじ。あなた、どなた。うちら、いい版画卿に追いやした自分、きつーきつーお世話になってたんどすね。まあ、また揉める。姫、これを。武士らしく、ご生涯遊ばしませ。
次回、年の暮れ、新さん巷のすす払い。どうぞご期待ください。